スラム出たのにヤクルトまさか負ける？2回、オスナのグランドスラムで4点リードに。なんて試合だ。行きました。昨日中止で切り替えられたかな。マジで今日こそ勝ってくれ。しかし3回に2点を取られ4回。レフトを抜けている間にランナー生還し1点差。ショートの深いところをアウトにできず同点。同点。同点きたー。菊池最高や。あっさり追いついたー。きたー。同方神宮殴り合い互角。同点。逆転までいけ。まあ、菊池はそのうち打ち出すとは思ってた。追いついちゃったよ。さすがに高津の責任やわ。やることなすこと全部裏切られるな。なあ、何点あればセーフティリードなんだ。先行打者に四球2アウトから四球何考えて投げてんだか。飛躍後爆発するしかねえな。